サマソニ2024ナンバーアンダーラインアイファン必見会場の雰囲気と一体感を味わえる動画ナンバーアンダーラインアイのライブをワウワウで楽しもう自宅で臨場感を味わえるサマーソニック2024が近づくにつれ音楽ファンの心が一気に高まっているサマーソニックは国内外のアーティストが一堂に会し熱狂的なパフォーマンスを繰り広げる 日本の夏の夏風物詩としてて知られている今年も例外ではなく数々の名だたるアーティストが出演する予定だその中でも注目を集めるのがナンバーアンダーラインアイという新進気鋭のアーティストだ彼らのパフォーマンスを待ち望むファンの声が SNS 上で次々と飛び交っている例えばあるファンはナンバーアンダーラインアイに会えるという現実味が帯びてきて泣きそうと興奮を隠しきれない様子で投稿している このような期待感がサマーソニックを特別なものにしている。8月17日のサマーソニックでは、熱気がフェスの雰囲気を一層盛り上げる一方で、天気も大きな影響を及ぼしています。当日は雲がかかり、太陽が直接照りつけることはなかったものの、湿度が高く蒸し暑い一日となりました。気温が36度に達する予報もあり、参加者は熱中症への対策を徹底する必要がありました。 特に、台風の影響が心配されていたため、多くの人が天候の変化に備えて準備をしていました。スタジアム左側の1デーのリストバンド交換、ここまで並んでます。ボンティーの i l y ズさんをたくさん見かけます。まだまだ開演まで3時間以上あるので、皆さん熱中症にお気をつけて。会場の中は、ヤボルの販売あり。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンス終わったらビアボしたい。 また、平野翔、元雄太、神宮寺雄太というメンバーへの期待も非常に高く、3人が楽しめますようにといった応援の声が多数寄せられていました。彼らのファンにとって、サマーソニックでのパフォーマンスは特別なものであり、一体感を感じる大切な瞬間となったことでしょう。猛暑と戦いながらも、ファンは彼らの姿を見るために現地に足を運び、フェスを最大限に楽しもうとしていました。しかし、 フェスを楽しむためには、単にアーティストのパフォーマンスを待ち望むだけでは不十分だ。今年のサマーソニックは特に暑さが厳しいと予想されており、多くの参加者が熱中症への警戒を強めている。実際に SN、SNS 上でも、熱中症に気をつけて楽しんできてね、といった呼びかけが多く見られる。気温が36度に達すると予想される中、観客は自分の体調管理に細心の注意を払わなければならない。 熱中症保険に加入することを忘れないようにと注意を促す声も上がっているほどだ。さらに、今年のサマーソニックは、台風の影響を受ける可能性もあり、天候が大きな懸念材料となっている。幸いにも、台風一過の青空の下でフェスが行われることを期待する声が多いが、天気が急変する可能性も否定できない。そのため、参加者たちは天候の変化にも敏感でなければならない。 突然の雨や風に対応するため、参加者は万全の準備を整えておく必要がある。例えば、海沿いの風がどの程度影響を与えるのかを考慮して、適切な服装を選ぶことが求められるだろう。一方で、サマーソニックは音楽を楽しむだけでなく、観客同士の交流や一体感を感じる場でもある。今年も多くのファンが現地での出会いを期待しており、SNS 上でも、会える方、 会ってくださいといとう呼びかけが見られるフェスに参加することは、一つの大きなコミュニティに加わることであり、その場での体験は一生の思い出となる。特に、ナンバーアンダーライン愛のファンにとっては、彼らのパフォーマンスを間近で見ることができるかどうかが重要なポイントとなっている。彼らが登場する瞬間を待ち望む声が多く、近くで見られなくても、会場の雰囲気と一体感を感じられたらいいかなといった声もあるが、 それでもやはり、できれば近くまで行きたい、という強い願いが感じられる。サマーソニックに向かう途中、参加者たちはさまざまな準備を整えている。例えば、車を止めた場所や、フェスに向かう道中のことを SNS に投稿するファンも多い。幕張会場の風や気温についての情報交換も盛んであり、みんなができるだけ快適に過ごせるようにと工夫を凝らしている。その一方で、 フェスに備えて普段とは違う格好を楽しんでいるファンも多い。フェスならではの自由な雰囲気を満喫し、普段は着ないような衣装を身にまとって、自分らしさを表現するのも楽しみの一つだ。しかし、こうした楽しみがある一方で、フェスに参加することにはリスクも伴う。特に今年のような厳しい暑さの中で、長時間屋外にいることは体力的にも精神的にも大きな負担となる。フェスに参加するためには、 単に楽しむだけでなく、自分自身の健康を守るための対策を講じることが不可欠だ。例えば、十分な水分補給や休憩をとること、適切な日よけ対策を行うことが重要だ。また、周囲の人々とのコミュニケーションを通じて、お互いに助け合う姿勢も大切だ。フェスは集団で楽しむイベントであり、一人一人の安全意識が全体の雰囲気を左右する。こうした様々な要素が絡み合う中で、 サマーソニックは単なる音楽フェス以上の意味を持つ。音楽を楽しむだけでなく、参加者たちはそれぞれの準備や工夫を通じて、自分自身の体験を作り上げている。フェスに参加することは、自分の限界に挑戦し、他者と共に過ごす特別な時間を共有することでもある。そして、その一つ一つの体験が、サマーソニックというイベントをより豊かで忘れられないものにしている。また、 今年のサマーソニックは、特に若い世代の間での人気が高まっていることも注目すべき点だ。SNS を通じて情報が瞬時に拡散される現代では、フェスの楽しみ方も多様化している。例えば、フェスのハイライトシーンやパフォーマンスの様子がリアルタイムでシェアされることで、現地にいない人々も一体感を感じることができる。このようなデジタル化の進展が、フェスの新しい楽しみ方を生み出していると言えるだろう。 一方で、現地に足を運ぶことができないファンにとっても、サマーソニックは特別なイベントであり続ける。ワウワウなどの放送を通じて、フェスの模様を自宅で楽しむことができるからだ。こうしたデジタルメディアの活用は、フェスの魅力をより多くの人々に届けるための重要な手段となっている。実際に、ワウワウでの観戦を楽しみにしているファンも多く、私はワウワウで観戦です、という投稿が、SN、S 上で見られる。 フェスの熱気が画面越しに伝わることで、現地にいるかのような臨場感を味わうことができる。このように、サマーソニックは参加者にとって多様な体験を提供する場であり、それぞれの楽しみ方がある。音楽を楽しむことはもちろんのこと、仲間との時間を共有し、時には自分自身の限界に挑戦する場でもある。今年のサマーソニックも、多くの人々にとって忘れられない夏の思い出となるだろう。そして、 その思い出が来年への期待を膨らませ、再びフェスに参加したいという願望を呼び起こす。フェスが持つ魅力は、単に音楽を楽しむだけでなく、そこに集まる人々の情熱や熱意によって形作られている。そして、その情熱がフェスの未来を支える力となっている。そんな中で、バンドナンバーアンダーライン愛に対するファンの期待が非常に高まっていました。SNS 上では、 ファンたちが彼らのパフォーマンスを心待ちにしている声が数多く見られました例えば、ナンバーアンダーライン愛に会えるという現実味が帯びてきて泣きそうという投稿が象徴的で彼らが登場する瞬間を待ちきれないファンが多くいたことが伺えます